出口直夫鬼神、出口直夫が神しぐみ、出口直が神がかった当初、大きな野太い声で叫ぶので、周囲は直が気が触れたと思いましたが、やがて直の言うことが当たっていることがわかると、一変し直をあがめるようになりました。その後、直と出口鬼三郎との運命的な出会いがあるわけです。鬼三郎は直の末の娘と結婚し、出口姓を名乗るようになります。結婚前の名前は上田喜三郎です。直は鬼三郎の義理の母になるわけです。直と鬼三郎は普段は仲がいいそうです。しかしお互い神がかると大変なことになります。それまでの様相が一変し、二人の激しい罵り合いとなります。大声でお互いがお互いを罵倒し合います。鬼三郎が直の巡業に加わったという形です。鬼三郎の才能は常人の域を超えています。やがて鬼三郎は力を持つようになっていきました。これに面白くないのは直の取り巻きたちです。直の取り巻きはとりわけですね、狂信的で盲信的な審判なんですね。直の筆先で「この世は暗がり」という言葉が出ると、昼間でもですね、照明器具をつけ、道の真ん中を歩くようにという言葉が出ると、まさに道路の中央を歩き、馬車が来ても避けずに馬車が避けると、見たか真力だと勝ち誇る始末。次第に直の取り巻きは鬼三郎のことを乗っ取りに来た外国の悪神と思うようになりました。だから鬼三郎は直の信行を妨害するものと思われ、それゆえ鬼三郎を暗殺しようとする者たちが現れ、何度も殺されかけるのでした。そしてですね、直の筆先から鬼三郎こそが天の弥勒様、天の狼様であることが判明します。それまで直は鬼三郎に降りていた神は自分より下、格下の神だと思っていたんですが、自分自身の手による札先で鬼三郎に降りている神は自分より格上の神だったことを知るのでした。このことが大きな転機となります。直は鬼三郎の味方の転換を余儀なくされました。そして直の取り巻きも鬼三郎に対する態度が改まりました。これ以降、鬼三郎の活動が大いに進むことになりました。鬼三郎は日本の型です。雛形です。鬼三郎が虐げられるということは、日本が虐げられるということです。鬼三郎が低く見られるということは、日本が低く見られるということです。そして鬼三郎が天の弥勒様と判明することは、日本が世界の中心であることが世界中に認識されることになります。鬼三郎、天の弥勒、きくり姫。鬼三郎、天の弥勒、きくり姫。なお、地の弥勒、国とこだちの神。なお、地の弥勒、国とこだちの神。こういう図式になるわけです。仕組みはですね、きくり姫と国とこだちの2神が行っております。これが神仕組みなんですね。私たちもこの2神と縁ができると、型のための何らかの役が与えられるかもしれません。この仕組みですね。神仕組みの仕組み。仕組みっていうのはシナリオ、ストーリーという意味なんですけども、仕組みは劇と同じです。この劇に参画すれば、守護神も守護霊も先祖も神々も皆大喜びです。そしてこれこそが御霊が一番望んでる究極の至高の人生です。今もなお神仕組みは進んでいます。現在進行形で進んでいます。